Trials of Mana.聖剣伝説3、トライアルズ・オブ・マナ。
誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっとこれ。こりゃぶっ壊せそうにないな。仕方ない。どうすりゃ突破できるのか聞き込みに行くか。
いらっしゃい。なんだあの光、モンスターか。なんだか知らねえが面白そう。もう大丈夫。あなたは？俺はフォルセナの戦士デュランだ。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。ああ、俺もちょうど行くところだから構わんが、滝の洞窟には結界が張られていて通れないんだ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方だ。何があったんだ。急いで戻ってみよう。
私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ああ、頭の中から声がする。なんか変な感じ。早く。たく、わかったよ。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？どうしても強くなる必要があったら、クラスチェンジの方法を知りたいんだ。そう、いろいろと事情があるのね。知らせしなければ。ウェンデルが危ない。
先の洞窟に入れないのよ。頭きちゃう。ああ、それだったら。え？フェアリーが入れるようにしてくれるって？マジ？私も森の中で光を見たのよ。行かなくてよかった。そんなのに取り憑かれたくないもん。災難だったわね。じゃあさっさと入れるようにしてもらってよ。それから私をウェンデルまで連れてってね。ずっと一人で疲れちゃった。魔法王国アルテナ、極寒の地にありながら断りの女王の魔法の力によって温暖な気候が保たれていた。しかしマナの減少に伴い魔法の力が次第に弱まり、周囲から少しずつ氷と寒さが城内へ侵入し始めている。諸君、知っての通り、世界から魔法の源であるマナの力が消えつつある。我が魔法王国アルテナにとって国家の存亡に関わる一大事だ。だがこのまま黙って滅亡を待つわけにはいかない。そこで禁断のマナの聖域への扉を開き、伝説のマナの剣を入手するのだ。ただの伝説ではない。マナの剣、そんなことがしかないのか。グレの魔導士さんが言うとおり。静かに。伝説ではマナの聖域への扉はアルテナをはじめ各地に点在しているマナストーンを操作することにより現れるという。マナストーンは他国でも厳重な監視下に置かれているはずだ。当然他国からの猛烈な抵抗が予想される。全力を挙げて各国のマナストーンを占領せねばならない。マナの剣を我が断りの女王に捧げ、魔法によって世界を統一し魔法帝国を築くのだ。女王陛下万歳。アルテナ万歳。ねえねえホセ、ホセってば。はいはい、そんな大きな声でなくても聞こえております。こう見えましても、ジーはその昔アルテナにその人ありと言われた大魔法使いとして。ストップ、ホセの武勇伝はもう聞き飽きたわ。それよりもほら、昨日の続きを教えてよ。姫様、魔法は格好だけ真似れば誰にでも使えるというものではないのですじゃ。姫様が未だに魔法を使えないのは格好ばかり気にして肝心の心が伴ってないから。ほんだ、お説教ならたくさんよ。もういい、ホセには頼まない。ベロベロベーだ。やれやれ、困ったものじゃ。お、ビクターだ。おーい、ビクター。あ、姫様、魔法のお勉強は終わったんですか？途中で逃げ出されると、後でホセジーの愚痴を聞かされるのはいつもこの僕なんですからね。勘弁してくださいよ。アンジェラ、魔法王国アルテナの王女。父のいないアンジェラは
幼い頃から女王である母親に叱られたり抱きしめられたりしたこともなく、女王の立場でしか接してくれない母をとても寂しく思っていた。子供心に母は女王として大変な責務を果たしているからだと自分自身に言い聞かせてはきたが、寂しくて涙が止まらぬこともあった。母の愛情に飢えていたアンジェラは、その反動でよく派手ないたずらやわがままを言っては周りのものを困らせていた。そんなアンジェラも成長し、母の断りの女王に似て誰もが認める美しさを備えていたが、王女であるにもかかわらず未だに魔法を使いこなすことができず思い悩んでいた。退屈ね。どこかで面白いこと起きないかしら。グレンの魔導士殿による兵士たちの訓練が最近特に激しくなって怪我人も出ています。戦が近いようですね。グレンの魔導士殿はますます魔力を上げている。今や断りの女王様に並ぶほどの魔力を身につけたのではないでしょうか。姫様、こちらにいらっしゃったんですか。断りの女王様とグレンの魔導士殿がお呼びですよ。僕は先にさっきの中庭でお待ちしてますから、早く来てくださいよ。さあ、王女様、お急ぎください。
姫様、大変ですよ。女王様がいよいよ海の向こうの草原の国フォルセラに侵攻を開始するらしいです。お呼びでしょうか、お母様。アンジェラ、私から説明しよう。マナの聖域への扉を開くため、各地のマナストーンを占領すべく、各国へ侵攻を開始することにした。伝説では、世界中のマナストーンのエネルギーを解放したとき、マナの聖域への扉が開かれるという。手始めに、アルテナにあるマナストーンのエネルギーを放出させようと思う。でも、どうやって？術者の生命と引き換えになるため禁じられている封印されし古代魔法を使うのです。しかし、私やグレンの魔導士はまだ死ぬわけにはいかない。そこで、お前の体を触媒として使うことにしました。お前の命さえ引き換えにすれば、マナストーンのエネルギーを放出することができる。そんな、お母様！魔法の使えないお前は王家の恥。最後に大魔法を使って名を残せれば、この女王の娘としてふさわしいチリ様。さあ、こっちへ来なさい。消えた。ここはお城の外。でも、お母様、なぜ。もうお城には帰れない。これからどうしたらいいんだろう。確か東に町があったはず。そこに行くしかなさそうね。
覚めたのね。雪原で倒れていたのを見つけて、ここ雪の都エルランドにうちの娘と運んできたのよ。もっちち、お姉ちゃん目が覚めたわよ。よかったね。ねえママ、父このお姉ちゃんと遊びに行く。ダメよ、迷惑かけちゃ。父はママが遊んであげるわよ。散歩しよう。Thank you.
占い師さん、私これからどうしたらいいの？時に人はその 1% の希望さえ見失いそうになるほど深い絶望に襲われることがある。そんな時は聖都ウェンデルの光の神殿を訪れるとよい。光の神殿？暗闇で迷ってしまった時は道を照らしてくれる光が必要じゃ。ウェンデルに向かえ。ダメだこのばあさん、俺にもウェンデルがどうとかって全く同じこと言ったよ。今度生まれるうちの子が男の子か女の子か占ってもらおうと思ったのにさ。聖都ウェンデルか。そこで何が待っているのかわからない。でもこのままここにいるわけにはいかない。行ってみよう。きっと今よりマシなはずよ。魔法が使えるようになればきっといつかお母様も私を認めてくれる。必ず。母の愛を受けられず苦しむアンジェラ、忍び寄る暗殺者の影に怯えながら国を後にする。ちょっと待ってくれ。お前アルテナの王女と言ったな。お前もあの紅蓮の魔導士の仲間なんじゃ。バカ言わないでよ。誰があんなやつと。お母様と一緒にあいつも私を殺そうとしたのよ。あんなやつ大っ嫌い。そうか、そうだ、すまん。教えてくれ、あの紅蓮の魔導士は一体何者なんだ？以前は私と同じく魔法が点でダメで、いつも魔法の先生のホセに怒られてたのに、ある時いきなりアルテナ一の魔法使いになっちゃってさ。今じゃお母様の右腕として大威張りよ。王女様である私をアンジェラなんて呼び捨てよ。思い出しても腹が立つわ。アルテナ一の魔法使いか。だが俺もフォルセナ一の剣士だった男の息子、負けるわけにはいかない。ところであんたの名前聞いてなかったね。デュランか。さあ行きましょう。デュラン、
行きましょう。行くぜ。もうせっかちね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。さあ、これで OK よ。にしてもあんた、よく一人でここまで来たな。魔法王国アルテナの王女だからね。戦いの訓練をしているわ。こっちは命を狙われているんだし、魔物くらい倒して進むわよ。そうか。じゃあ魔物が出ても気にかける必要はなさそうだな。一緒に行くのはいいが、俺の修行の邪魔をするんじゃねえぞ。少女がこんなところで一体どうしたんだ？危ないな。だって、
スはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。メンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな、俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんですから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。別にアンデションの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。おい、ちまった、変な子供だったぜ。すぐに叩きつけられる。何も問題なかったわね。めんどくせえ、すぐに叩きつけてやるぜ。俺一人でも十分だったな。
がウェンデルか。早く光の司祭のところに行こうぜ。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。なかなかの品だな。大事にするわね。またのお越しを。商品揃えてるよ。気に入ったぜ。お目が高い。いい買い物したわ。またのお越しを。
あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。あんたが光の司祭か。さあ俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと？お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。そんなかったりいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのグレンの魔導士を倒してえのに。ふーん、あなたが光の司祭さん？なんか普通のおじいちゃんって感じ。私を助けてくれるかと思ってわざわざ来たのに。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって？来てないよ。おいフェアリー、どういうことだ？ごめんなさい。マナの減少によって私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろう。さっさと俺から離れてそのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おお、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの？マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。な、てめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れてグレンの魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界の様々なところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入れば
マナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため八つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば。大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。マナの剣か。お母様もそんなこと言ってた。お母様もその剣を手に入れようとしている。私が先に行って剣を奪えばきっと私を見直してくれる。ねえお願い、私も一緒に連れて行っていいでしょ。もちろんよ。それに精霊たちと出会えばすぐにあなたも魔法が使えるようになるし。本当？やった！ダメだ。これから先の道のりは長くて危険だぜ。君みたいな幼い子がついてこられるような旅じゃない。ヒースのことは俺たちに任しておけ。きっと探してやるからさ。
ドとはヒエスのことが心配なんでち。ブーもういいでち。ケイチケイチバーカカーバいいだ。フェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。すぐに叩き込んでやるぜ。邪魔だ邪魔だ。当然の結果ね。
急いで次に。持ち切り。早く次に行きましょう。行きましょう。行くぜ。魔法を使えるようになってやるんだから。敵だ。注意しろ。それ。まだ。この辺の敵は全滅させたようだな。一人でも十分だったな。強そうなのが出てきたが、こいつが光の精霊じゃないよな。こいつは光の精霊じゃないわ。巨大な魔物よ。でも、なぜかこいつはマナの力を感じる。一体どうして？マナの力？こいつ、ただの魔物じゃないってこと。悩んでいる暇はなさそうだ。こいつを倒したから考えるぞ。あと一息だ。このまま片付けるぞ。さすがに疲れてきたわ。早くとどめを刺しましょう。ダブルアタック。あれ。
俺が皆さんが探してるウィル・オー・ウィスプっす。あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえリスさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。さっきの衝撃で穴ができてる。近道できそうだぜ。Yeah.